ップってめっちゃ大事だなと思ったんですよ。キャップ？うん。この間初めてやった子がさ、やる前めっちゃ私あんまないんですよみたいな話してて、うん。まあ、実際それでやる流れになってやった時にめっちゃ激しくて。嘘つきやん。だから嘘つきなんやけどその嘘を許してもうた。いい嘘つきやな。そういい、まあだからギャップと嘘って紙一重やなと思って、うん、そのカモフラージュいらんやんっていうのもあるんだけど、なんか初夜においてはその嘘ちょっとありやなっていうのを、ピノキオを歌っちゃってまあそうだ逆にお前それ言われてよう言ったの。いやだからそれだからこそ崩したいっていうのもある。ああ、ほんまかいなってこと。そう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 、それ言われたら脈なしないなと思っちゃうわ。ええー、もったいな細ってないやろ。細い。ふわりは太いメンタルとピノキオ細い。でもそう、種類だけはその嘘を許されるなって思った。で2回目から使われへん。でもええって言って。せや。まあ、そら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 。あったやんみたいな。やってるもんな。そうそうそう。でもお前、初夜を体験できるのめっちゃ羨ましいけどな。やっぱ、まあな。初夜の高ぶりって半端ないやん。初夜は半端ないでしょ。な。どうやった？めっちゃ興奮してる、そのカモフラージュがあったと。あ、まあ、あとやっぱ普通に初めてってめっちゃ興奮するっていう、もう本当に当たり前の話じゃないけど、男はマジでそうで、なんであんなに一緒やって興奮するんだよな。やっぱやっぱやっぱりおっぱいって言ってた。やっぱりやっぱりこう一番のご褒美にまずはたどり着けたっていう、まあ、興奮値もあるけどな、やっぱり。ああ、医者言うやん、やっぱ心と股を開いてくれたっていう。俺は心は分からへんけどな。確かに、心はまだ説あるな。そうそうそう、全然心はまだ説あるけど。でも初夜で心開くは難しそうやな、確かにな。やっぱ早くなったりせへんの。いや初夜一番早い、初夜。あ、ドローンのあるあるで言ったら初夜やな。そ一番早い。一番早いな。あ、そうなんや。持ったためじゃないもんな、初夜。体の相性があっていって、どんどんこう気持ちよくなっていって早くなるとかもありえるやん。でもやっぱそこは感情の高ぶりで相性とかがあっていった方が長くなる。安心感なよな、ほんまに。ソロのタイムを伸ばすっていうのは緊張してるから早く出るってこととか、ソロじゃダメだっていうプレッシャ ーで逆に言ってもんや。言っちゃダメだ、言っちゃダメだピューっていう。情けない。言っちゃダメピューしちゃうもんや。言っちゃダメピューやな。立つ立たへんで言ったらさ、安心感がある方が立つやん、めっちゃ。そうやな。緊張してる時ってちょっと立ちがさ、うん、悪い。それ言ったら初夜めっちゃ立つな。初夜の方が遅いか。マジで、うん、緊張してたら遅なるよな。繰り返していってどんどん良くなっていくから、一番最初ってやっぱこう悪いとかじゃないけど、やっぱ磨ききってないお互いがこう激突するから、うん、そういう意味では遅いよね。でもほんま刺激とかじゃないんやな。あと初夜やなと思うのは、向こうもめっちゃぎこちないなとか、様子がかかってる感じがするから、この人手の方が好きなんかなとか、確かに舐め方どんな感じがいいかなっていうのを結構向こうも探ってる感じするから。確かにな。そうだと早なんでしょ。あんま関係ないんよな、俺。関係なさそうで、ね、その初夜云々で早いかどうかは。回数ってよりシチュエーションとかじゃない、マジで。よく言ってるけどさ、旅行で昼、例えば夜妄想させられてみたいとかな、そういうなんかシチュエーションで。あ、そう、そう。前期がどこから始まってるかに、夜は普通に早い。昼間とか飲んでる時から前期始まってる時もあるし、シンプルにその入れる前にどんだけ攻められてるかとかでやっぱ変わるけど、それが一番でかいな。初夜ってどういうところをさ、なんかチェックするの？いや、だからやっぱりその裸以外の宝物を見つけるよ。なんなんすか？いや、だからこんなとこにホクロあるんやとそういう視覚的なもの。そういうこと。ああ、え、あったらテンション上がる。ここ見れるようになったんやっていうのがあるよね。ああ、たどり着いたかって。裸だけじゃ飽き足りず。そうだな。そうなんや。もう裸で俺もいっぱいいっぱいやけど。いっぱいいっぱい。え、いっぱいいっぱい。しょうもな。もうこいつの口からパイって聞いたらさ、全部それに聞こえる。さっきは言ってたけどな。さっきは言ってたけど、やっぱりパイって言ってたけど、完全に。どんな声出すんかなとか。あ、俺だからそれあんまり聞いてないな、そういう。声そもそも出すタイプなんかどうかとか、ちょっと
確認するか。声を出さないってどういうことなの。いや、あんま会ったことないんだけど、シンプル声量の問題やけど。あー、めっちゃちっちゃくは。そうそう。あ、感度いい悪いはシンプルにあるよな。あ、感度は一番気にするよ。感度いい悪いは一番見る気するな。うん、誰やな、あるあるやと思うんだけど、初夜の時は舌触るまでめっちゃ時間長いな。ああ、なんで、どんぐらい濡れてんのか分からんから、舌スッてさ濡れてなかったらめっちゃ切ないから。ああ、そういうことか、うん、もうさすがにやろっていう時じゃない。まあでも俺は引っ張るけどね。やっぱ主役が興奮するのはいけるかいけへんか分からへんからな、俺は。いや、まあそれはそうだよね。それはそう、みんな。うん、向こうからしてもその主役ってさ、主役、うん、の印象って大事や、や多分ファーストインプレッションを決めるから、うん、だから頑張ろうとはするよな、めっちゃ。そのどんどんおざなりになってくると。いやいや、そういうわけじゃないんやけど、でもめっちゃ丁寧かもしれない、それで言ったら。本命は特に。まあまあまあ、一番丁寧かもしれない。え、でも結構あんま気にするポイント違うもん、確かに。どの体が一番好きなのとか思わへん、しょうよ。いや、その体なんか変えられへんからな。お前、じゃあ今、そうたに聞いてて。気をつけ、お前ガンガン俺の目見たら。いや、結構何考えてんの。もうほんまにマジな話、おっぱい綺麗やな、やっぱりっていうことしかほんまに考えてへんのよな、俺。おっぱいって存在がってこと、この人のおっぱいがってこと。あー、両方。あー、久しぶりになんか見たけど、大変なーっていうのと、人最高のおっぱいしてんなーみたいな、もうそれしか考えたいな。おっぱい見れた時はやっぱ嬉しいよ。エロ以外あんまり思わへんな。どういうこと。でも結構マジで高ぶってるから、初夜は。そうそうそう、ほんまにエローみたいな、本能のままにできないので。どこが気持ちいいんですかとか、そういうなんかじゃないというか、とかもちろんそれこっちの方が感じるんかなと思いながら行くけど、うん、それでこう考えてこっちの方がとかなんかが上に来るよりはもうエローみたいな、うん、うわここ触ったらこんなエローみたいな、うん、あが来るってことか。そうそう、うん、でもあとはあの匂いだけはなしっかりと確認するかも。ああ、そこは結構今後の命運を左右するというか、こういうやつだろ。そうそうそう、こうやってこうやって考えるやつだろ。白ごく江戸っ子や。江戸っ子出ちゃうけどな。彼女とかで特にな、匂いするタイプかどうかはやっぱ。なるほどね。気になるから、さすがに。あ、そりゃそうやな。うん、まあ、で全体的よね、やっぱ匂いって大事よね。匂い良かったらめっちゃいいよね。あ、もうほんまそれだけやん。匂いと感度 OK だったらもう。だから逆も結構気になるわ、初夜は確かに。あ、磨きたいわとか思うもん。あー、そういうこと。普通に最初、一発目は2、3回とかなって、それと付き合ってとかなってきたら、まあその中ぐらいはええやろとか思うけど。確かになぁ、ミンティアめっちゃ食うもんなぁ。そうそうそう、うん、そういうのはめっちゃあるなぁ。汗臭くないかなとか、ちょっと気になっちゃうからね。あ、そうやな。それで一発で結構、お互い嫌われるやろとか好かれるやろとかあるやん。そうやな。そんなけど、もう好かれる嫌われるとかないなぁ。その段まで行ったらもうなくない、それあんまり。気にしすぎなんかもしれんけどな。気にする。いやぁ、もうエッチ中のことに関してはあんま気にせんかも。なぁ。あ、まあ飛び込んだらね。そこまでもう飛び込んだら。やっぱだから、いやでも飛び込む前の話だから。ああそう、ついてここに来たらとかやります。あ、もうじゃあ例えばキスが始まった後はもう。ああ、それはさすがに止めないですよ。中止の時は気にしてるけど、その始まったらしないです。大会とかの話の時に、うん、もしかしたらちょっとこれあんまりやったら嫌われるのかなとか思いながら。ああ、そう、マジでそれはない、それはない。うん、女の子がめっちゃ気にしてるイメージだな、こういう中今浴びてるかもしれない。ああ、そんなはないね、マジでね。うん、たくましく生きてます、うん、任せてください。初夜ってけど、テクいるよな。相手のツボを抑えれるかって技術。あ、いや、俺はほんまにないから。わかる。リピート率に関わってくるもんな。てかリピート率俺めっちゃ低いんやけど。いやいや、俺も低いと思う、正直。最近俺気づいたんやけど、うん、そのワンナイトってほんまにワンナイトで終わること俺結構あるもんやと思ってたの。うん、別に一回やって一回で終わるのなくないみたいな、ちょいちょい言われんのよ。俺もどっちやそっちやろ、うん、これ悩ましい。悩んでもないけど、もはや。もうええけど。まあな、もうええけどな。だからそうなんやと思って。でもやっぱり洞察力の問題じゃないですか。これはほんまめっちゃ嫌がってるなとかいうのをどんだけ感じ取れるかじゃない。ああ。デリカシーの問題みたいな。いや、まあ、はぎるんだっすね。全然意味ちゃうやんけ、お前、洞察力。いやいや、だからこっちがどんだけ感じ取れるかやから、リピート率ってさ。
なんかめっちゃ嫌がってんのに明らかに、うん、そうたらそこめっちゃ疎いと思う。嫌がってることに対して嫌がってるというか、まあ、これめっちゃ喜んでるやろと思ったら全然喜んでないとか出たら、まあそれはないんじゃん。いや、じゃあすみませんかもしれないですって話したんで、それは舐めないでいただくと。あ、本当ですもんね。じゃあ、自分的になんだ、リピーターですけど。自分勝手やからじゃん。あ、だからそういうことじゃない、自分勝手。いや、だからそもそも触り方が下手いとか、うん、そういうのもあるし、うん、これ全部言ってかなかったの俺の。お前がリピートしない理由だから、まあ、フェザータッチができない、別に大きくない、ムードも別にそんなにエロくもない、うん、で舐めない、うん、みたいな話で言うと、あ、まあ、それはあんま気持ちよくならない。俺という人間とやっているという興奮以外やもない。なるほど、ね、うん、その行為の気持ちよさの話で、うん、なんでこんな言わなかった。いや、だって低い気に出したから気になるやん、気になる。ミッチのまず絶対さ、若い頃に割と長めに付き合ったやつの方がうまいよな。いや、うまいと思う。2、3年学生時代に付き合った、まあまあそれはそうじゃん、男も絶対うまいよな。甘やかされへんかったやつな。ああ、何してても「それ一番しい」って言われてたらさ、俺気持ちいいんやって思うやん。ああ、そういうことか。そうそうそう、はいはい、野生という言葉に甘やかされてきた人生だ。野生味があるね。そう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 、そうなんや、俺特別なんやみたいなさ、うん、野生味だよ。大人になって気づく、あれはちょうどいい言葉なだけだったと思って。逆にリピートしたくなる女子ってどう感じやろ。俺はもうめっちゃ分かりやすく、舐めるのめっちゃうまい人。ああ、そうなんや。そうなんや。うん、そこで俺結構忘れられへんみたいな。あ、でも俺それで言ったら確かに好きなタイ一緒の人とか。何？まあまあ、いいやん、それ。何が好きなのタイ？だけど。ああ。そんな。いや、そんな。松葉返しとか言うならまだわかるけど。バックやったら別にええやん。どういう人？いや、俺マジでほんま感動いいとか。ああ、俺体良いとか。そんなの。フィジカル面というかな。気持ちとかじゃない、うん、気持ちではないなぁ。リピートしたくなる人はなぁ。うん、また全然違う、本当に違うよね、そのマジで気持ちよくなりた男の差がと、うん、その心で満たされた欲って全然違うよね。別にこれをやったからといって心が満たされるわけじゃないから、うん、違う。でも女の子って多分そこにありこういうの、うん、好きな人とやって満たされるってないやん。全然違うもんね、マジで。でもなんかな、俺その体と心全然別っていうってずっと思ってたけど、一回そのめっちゃ片思いずっとしてた子と、うん、チューだけしたことあって、うんうん、その時の先走り水の量エグかったけどね。我慢水、うん、あ、でもそれは好きやからじゃん。いや、だからあんまり気持ちでこんなに乗るんやっていう体が。いや、乗るやろ、長年追いかけてたら。好きだったら乗るよ。エグかったけど。そうだったらずっと追いかけてる。まあ確か追いかけてるイメージある。うん、追いかけられてるイメージあんまないな俺。2人のジェレフのめっちゃ得意なのか。ちょいちょいちょい、でもこれガチで返すと別に追いかけられてる。まあそうやな、お前みたいにふわっとええ顔せえへんってだけ。誰がふわっとええ顔してんの。ほんまに普通に行かへんとか会わへんし、そもそもお前みたいに誰がふわっとこう、誰がふわっとええ顔してんの。別に矢印こっち向いてなどだろう、行かへんわ、あ、興味ないわとか、そういう風に見てないからとか、ちゃんと言うから。いやいや、僕も言いますよ、ちゃんと。でも追いかけられるの。ああ、そら、そういう時もあるやろ。あったやろ。何やねん。いや、好きやったら気持ち乗るのは確かに。それは確かに満たされるな。そら、そうやろ。あ、でもそういう意味では女の人と一緒なのか。好きやったらまあまあ満たされるよ。好きじゃない人は満たされないもんね、女の人絶対。全く好きじゃなくても抱けるかどうかが違うって話やろ。そうやな。別に好きやったらそら両方、どっちも。そうやな。ええんじゃん。たまにいるよね、女の人で全く好きじゃないけど、マジで遊びやってる。いや、そりゃ俺やろ。でも無理なの、その全く気持ちないよね、抱くの。まあまあ、本当に全くって意味ではそう。それって何の気持ちがあっただけ。でも顔が好きやな。あ、顔が好きとかだと。そう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 。あ、顔好きとか一緒じゃん。可愛い抱いてるっていうのと一緒じゃん。みんなそうなの。ええみんなそうってこと。いやいや、それだって可愛いなとか抱きたいなと思うっていう時点で、顔は可愛いとか可愛いとか思ってる。なんかエロいなとかはあるやん。あ、そうなんや。気持ちってその好きとかさ。いや、顔が可愛いと思った子抱きたいと思わへんけど、顔が好きやないで抱きたいことあるっていう話って言うってことは、ちょっと気持ち乗ってんのかな。一緒なんよ。うん、そういう気持ち乗ってへんわ。乗ってないんや。乗ってん、乗って、うん、あれや。顔可愛いと好きが一緒ってこと。顔可愛いと顔が好きは一緒じゃん、別に。
一緒じゃん。そうかそうか、顔がタイプっていう話をしてるから。うーん、まあまあそうだね、うん、なるほどね。そんな気持ちなくても抱けるっていうことや。そうだな。あら、そうやった、そうやな。なんだ、あのさ、初夜で明らかあどう頑張っても自分刺さってへんなっていう瞬間どうしてる？全然感じへんなとか。ああ、いや、そういうことか。絶対この人の今までのエッチ経験値経験上10まで感じるはずの人が6やな、これどう考えたのみたいな。なんかエッチ経験上がそれやなんで6やな、俺ごめんないわマジで。いやでも 俺もなんかいやないことはないやろうけど、めっちゃ前な気するけどな。ほんまに童貞とか。じゃあ帰りたいかも。これは帰りたいですね、うん、え、どうしてるんですかそういう時。ほんまにありがとうな、ありがとう今日はって言って解散した後、星空見ながらタバコ吸うぐらいしか。マジで。そう、へー、あかんね、ほんま俺下手やなみたいな。下手やな、自分刺さらんかったなみたいな。あ、俺もだから早いからな、そもそもそういう風に思われてるかもしれないけど、前期頑張るからな。あ、でも確かにさ、早いって言っててさ、意外と長くできた時向こうめっちゃ焦ってんじゃん。その方が嫌やよな、むしろ向こうからしたら。そうそうそう、よくないんちゃうか私みたいな。そう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 、私は興奮してないやと思ってるかもしれない。そうなりうるってことか。芝居とか特に。そうやろな。ないの、そういう時は。いや、もう漏れなく、はい。早すぎて、はい。漏れなく、はい。はいでもあるけど。初夜で言われて一番嬉しいの。結構飲んでる時からこういう話する時ちょいちょいあんの、うん、だからやった後に一応嘘やんみたいな言われる時やな。でも下手じゃないやんだと。え、そうそうそう。ああ、お前すごいな、それ。それ嬉しいな。そうやろ、うん、思ったよりバグじゃないやんとかじゃないん。マジでそれはないの。思ったより甘えてこいへんやん言ってたみたいに。いやいや、だからその甘えんねんって言わへんし、甘えへんし。え、それを言わへんの。いや、だから甘えへんから、ほんまに。いや、これ本当に信じられない。ほんまに夜の恋中に甘えるかどうかやろ。恋中って言ったらそうか。そう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 。いや、だからほんまに俺朝だけやから。寝る前とかもそうなんですか。寝る前なんかめちゃめちゃ男で呼んでんから。お疲れ、おやすみ。あー、おやすみ。でも眠たい時とかで。眠たい時。眠たい時な。眠たい時。眠たい時別にお前そんな、なんかやる前眠たいとかないやん。ああ、そうですか、すいません。そうですね、やる前の話ですからね。そうそう、ギャップ一番出そうなんや、ね、やっぱそうたろが夜、夜で。うん、うん、いや、だってさ、声とか出さなそうやん、うん、多分、高い声出してるわけやん。あああああ。いやいやいや、これガチで俺声出えへんのか。あ、マジ。え、声出る？そう、ガチで出した方が盛り上がるっていうので、俺20代後半から出し始めたけど、で、ガチで俺出へん。耳舐めて出されてる時はに出る？あ、出るかな。出る？マジ？無音では大変無理なんじゃない？マジ？それやっぱ銃をさ、膨らましてみたらあると思うけど、うん、マジか、いや、羨ましい普通に。てかやっぱ入り込めてなさすぎるな、全体的に。そうだよ、やっぱり俯瞰しすぎなんだよ。そうそうそう、ちゃんともう集中したらいける。そんだから音楽聴くときみたいとか映画見るときみたいな感じでちゃんと集中したら全然そんだけ五感って研ぎ澄まされていくから。良さしなとこ没頭してなさすぎる、うん、セックスしてないんじゃん。ほんまな、あ、言われちゃった、ついに。何じゃ俺がしてたら。え、だから高級。それは、それはリピートされへんよ。それリピートされへんよ。どんな声出すの。どんな声出すのか、いわゆるやらせんな、そんな。じゃあ一回出してみて。なんでやらないか。いやいや、一回な。一回そう、前ちゃん、お前出してんねやったら出してみろ。俺信じてへんよ、だって男がなんて。いやいや、うわーとか、ちゃんと。いや、嘘つけって。いや、ほんまや。まだ、お前ちょっとあれやろ。うわー、神々してやろ。いやいやいや、実際ってどんなのか分からへんけど、リアルに言うともっと深いよ、それ。どういうこと？どういうこと？どういうこと？あーってこっちゃん。まあ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 。いやいや、それそうやろ。俺もそうや。言ってみんやじゃん。いや、だろ。しやすぎる。リピートしてるやろ。いや、でもさ、そうやろ。楽しいよな、そっちの方が。こっちが詰めたら、はっって言ってくれるんだ、あんな。楽しい、そう楽しい。そうやって楽しい。だろ、リピートしたなみよ。リアクションも大事やな。そうやな。こっちのリアクションも大事やな。マグロやったら嫌やもんな。今日も見てくれてありがとう。ありがとうございます。ということで、現在ですね、7月20日に開催するオフ会のチケットが販売中でございます。はい、ファニコンと一般販売それぞれやっておりまして、ファニコンの方から買っていただくと交流会チケットが1000円割引になっております。お得。初夏、
タイトル初夏、はい、めちゃめちゃダサいタイトルで今2ヶ月目やってるんで、はい、よかったらぜひ会いに来てください。はい、お願いします。夏暑い時期ですけど体調崩さずにぜひ遊びに来てくれたら嬉しいです。そうね、はい、暑い夏を一緒に熱く盛り上げていきましょう。おーおーそっちかも、ま、ということで今日も一日お疲れさん。